こんにちは。私は組織を強くする仕事をしている望月と申します。専門分野は人です。半沢直樹見ていますか？面白いですよね。私も録画して見ています。帝国航空の再建、大変そうですよね。どのように社員の意識改革をしていくのか、どのように再建していくのか、とても楽しみです。 YouTube を始めた時に、今日ご紹介する本はですね、とてもいいので50本目の節目でやろうと思っていたんですが、半沢直樹が面白すぎてやるならば今かなと思ってですね、本日前倒して撮影をしました。今から10年前の2010年1月、 JAL 日本航空が倒産したのをご存知でしょうか。戦後最大の2兆3000億円というですね、巨額の負債を抱えて倒産しました。航空業界という花形産業で日本を代表する国際企業が倒産したのです。おごる平家は久しからず言われるように、おごる日本航空に対する国民の視線は厳しく、再建は不可能ではないかと多くの識者が断言していました。そんな日本航空は稲盛和夫さんに再建を託し、1年後には過去最高の1800億円、2年後には2000億円を超える営業利益を上げて、世界で最も高収益な航空会社の一つに生まれ変わりました。再建のスピードがあまりにも早すぎて、ちょっと優遇されているんではないかというですね、疑いがかかったほどなのだそうです。会社構成法が適用された会社の多くは、社員の心がすさみ、さらに経営が悪化し、再建に失敗するのがよくあるパターンなのですが、日本航空で稲盛さんは一体何をしたのでしょうか。今回は稲盛さんとともにですね、稲盛和夫さんとともに日本航空を再建した側近中の側近、意識改革担当の太田義人さんが書かれたこちら、JAL の奇跡、こちらをですね、ご紹介したいと思います。正式タイトルは JAL の奇跡、稲盛和夫の良き思いがもたらしたもの、これが正式なタイトルです。こちらご紹介します。本日も短く分かりやすく、具体的に家事をしながら聞き流すだけでも分かるようにお話をしてまいります。今日ご紹介する一冊、JAL の奇跡、稲盛和夫の良き思いがもたらしたもの、2018年9月、父出版社より本体価格1600円で発行されました。この本でしか知ることができないことがいっぱい書いてあるので、本当の名著です。リンクを貼っておきます。著者の太田義人さんは鹿児島県出身、立命館大学を卒業後京セラに入ります。平成2年にアメリカで MBA を取得し、平成22年に日本航空の会長補佐として JAL を再建しました。稲盛和夫さんの側近中の側近と言われている方です。前書きにはこんなことが書かれています。私は幸いにも稲盛和夫さんという無視の経営者の近くで25年ほど仕事をしてきた。特に日本航空の再建では3年ご一緒させていただいた。そこで私が感じたことは、痛み傷ついた JAL の社員たちの心がみるみるうちに健全な心へと蘇っていったということです。倒産という極限の状況に置かれながら、一致団結し明るく前向きに取り組んだ。人間という集団が良き思いを持ち、心を一つにして取り組めば、想像を超えるような力を発揮できるということを私は実感できた。それは稲盛和夫さんが報酬ゼロで誠実に真剣に再建に取り組む姿を全社員に見せたので、みんなが奮い立ったのです。すごいですね。稲盛和夫さんの経営手腕を間近で見た側近の太田さんが書いた JAL の再建物語です。おそらく稲盛和夫さんが書いたら、やっぱり自分に厳しい方なので謙遜して書いてしまうんですが、側近の方が書いたんで、稲盛さんの本当の姿がですね、この本で分かってくるんじゃないかと思います。お楽しみにしてください。さあ、どうやって再建したか、具体的な再建手法はもったいないんで言いませんけれども、今日はですね、 JAL が倒産した理由、そして稲盛さんが JAL の幹部に経営哲学を浸透させるために講義をした時に使われた稲盛経営12か条、それから7つの会計原則、ここをですねお話します。とても大切なことが書いてあるのでお楽しみに。まず JAL が倒産した理由、当時の JAL は黒字を出してはいけないという考えが浸透しました。どういうことって思いますよね。こういうことです。黒字になると国交省から運賃を下げろと言われ、組合は賃金を上げろと言ってくる。政治家は採算を度外視した新しい路線を開設しろと言ってくるそうです。だから黒字にしてはいけないという考えが全員にありました。稲盛さんは JAL は民間企業なんだということをですね、まず教育しました。稲盛さんが JAL の幹部に直接抗議をした稲盛経営十二か条、第1条、事業の目的意義を明確にする、公明正大で大義名分のある
高い目的を立てる。第2条、具体的な目標を立てる。立てた目標は常に社員と共有する。第3条、強烈な願望を心に抱く。潜在意識に、到達するほどの強く持続した願望を持つこと。第4条、誰にも負けない努力をする。地味な仕事を一歩一歩堅実に、たゆまぬ努力を続ける。第5条、売上を最大限に伸ばし、経費を最小限に抑える。入るを図って、いずるを制する。利益を追うのではない、利益は後からついてくる。第6条、値決めは経営。値決めはトップの仕事。お客様も喜び、自分も儲かるポイントはたったの1点である。第7条、経営は強い意志で決まる。経営には嫌をもうがつ強い意志が必要。第8条、燃える闘魂。経営にはいかなる格闘技にも勝る激しい闘争心が必要。第9条、勇気を持ってことに当たる。卑怯な振る舞いがあってはならない。第10条、常に創造的な仕事をする。今日より明日、明日より明後日と常に改良改善を絶え間なく続ける。創意工夫を重ねる。第11条、思いやりの心で誠実に。飽きないには相手がある。相手を含めてハッピーであること、みんなが喜ぶことが大事。第12条、常に明るく前向きに。夢と希望を抱いて素直な心で。素晴らしいですね。経営の神様稲盛和夫さんが直々に幹部の前で講義をしてくれたそうです。しかし当初幹部は聞く姿勢が非常に悪くですね、早く終われと言わんばかりで質問する人もいなかったそうです。しかし3回目の講義の時にある JAL の幹部が手を挙げてこう言ったそうです。私がこれまでやってきたことは間違っていました。本当に申し訳ない。稲盛会長の話は正しい。もっと早くこういう教育を受けていたら JAL は倒産しなかった。教育は本当大事なんですね。その幹部はですね、企画畑の方で見栄えの良い計画を作って銀行からお金が借りられればそれでいいと、その計画が実行できないのは現場がダメだから俺には関係ないと考えていたそうです。この幹部の発言で空気がガラリと変わり、幹部が真剣に講義を聞くようになりました。稲盛さんは数字にも厳しいのはご存知だと思います。実学という本はとても有名ですよね。こちらですね、稲盛和夫の実学、会計の本ですね。それではこちらも JAL の講義で行われましたのでご紹介しましょう。7つの会計原則。1、1対1の対応の原則。どのような時でも物が動けば必ず伝票が記表されなければならない。そうすると会計データは常に会社の実態を正確に表すことができる。2、ダブルチェックの原則。社員に間違いを犯させてはいけないという愛情の表れがダブルチェックです。3、完璧主義の原則。 100% 正しい数字でなくてはならないという、姿勢で仕事に臨む。4、筋肉質経営の原則。売上や利益を生まない余分な在庫や設備は一切持たない。筋肉質経営を目指す。5、採算向上の原則。全社員が経営者意識を持ち、創意工夫を重ねて一致団結し、売上最大、経費最小を実践する。6、キャッシュベース経営の原則。お金の動きに基づいてシンプルな経営を行う。7、ガラス張りの経営の原則。全社員が事部門や会社全体の経営状況や経営方針を理解していることが欠かせない。経営実態や自分たちが進むべき方向を共有することで経営参画意識が生まれます。このような教育を行ったことで、それまで会計に全く関心なかった幹部たちが正しい数字で経営することの重要性を理解し始めました。さあ、それではですね、稲盛和夫さんの人生仕事に役立つ名言集に行きたいと思います。今日の名言は、 JAL が再建に成功し再上場を果たした時に稲盛和夫さんが全社員に送ったメッセージです。謙虚にしておごらず、さらに努力を。実践した人だけがたどり着ける場所があります。ビスラボ社長チャンネル登録まだしてない方ですね、ぜひよろしくお願いします。高評価ボタンもお願いいたします。合言葉いきます。現状維持は衰退。早くやろう、たくさんやろう。人に優しく、仕事に厳しく。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。